しの次郎。やっほー、アパマママ。じゃあ、今度はこれを当ててくれない？あ、なんかもう見えてるね。ちょっと見えてるよね。よし、当てるよ、僕。え、当ててみて、しの次郎。よし、頑張るぞ。好きなトウモロコシだ。トウモロコシが入ってたよ。トウモロコシでしょ。それからこれ、あ、人参じゃない？人参が、人参が入ってたよ。僕人参も大好きだよ。人参、それからあ、かぼちゃが入ってる。美味しそう。まだあるね。あ、もう一個人参が入ってた。人参2本目だよ。人参2本と、あとは何かな。あ、なんかビヨーンとしてる。よし、取るぞ。あ、取れた。あ、これは緑色の人参だ。他にもあるかな。出しちゃえ。ゲロン。ん？まぜまぜしてみるよ。まだあるかな。あ、もうないや。よし、じゃあアンパンマママ、おっと、アンパンマママ、はーい。あ、野菜が入っていたよ。あのね、右の方にはね、かぼちゃが一つとトウモロコシが一つ入ってて、こっちは人参が3本入ってるの。オレンジ色の人参が2つと2本と、緑色の人参が1本入ってたよ。正解。すごいわね、しまじろ。スライムって面白いね、隠したりして。楽しいわね。他にも僕もっともっと遊びたいな。なんかさ、他のものもさ、隠してみようよ。いいわね。次は僕が隠してもいい？いいわよ。じゃあアンパンマンママが当ててね。いいわよ。次は何をしようかな。次はドーナツを隠してみてもいいかも。僕ね、ドーナツが大好きなんだよ。じゃあドーナツを隠してみるよ。よし、どのドーナツを入れようかな。全部のコップに入れてみるよ。お楽しみに。準備はできたよ。あのさ、1,2,3,4 4つのコップをね、用意したよ。この中に入ってるのね。うん。でもね、この中にね、ドーナツが入ってるんだけど、ドーナツの何個かね、一番多く入っているドーナツをこの中から選んでくれたら、全部ドーナツあげる、アンパンマン。本当？嬉しい。そうだよ、食べてもいいんだよ。あ、嬉しいわ。でもね、多くないドーナツを選んだらあげない。頑張ってアンパンマンママ。どれから選ぶ？わかんないわね、どれが一番多いだなんて。だから数を覚えとかないといけないね。そうね。よし、じゃあどうしよう、どれにしよう。水色にするわ。じゃあ水色から何個あるか数えてみよう。ドーナツ何個入ってるのかしら。しまじろ、ひっくり返してもいい？いいよ。じゃあひっくり返すわよ。なかなか落ちてこないのに。あ、ビロン、ベッって音がしたわ。ドーナツが入ってるわ。あ、1。おいしそう、食べたい。もうすでに食べたいんだけど、しまじろ。ダメだよ、まだ食べちゃう、パンダママ。だってさ、数が多いのを出なきゃ。1、2。はい、3つでした。じゃらん。
次これね、選んでないけど。うん、じゃあこれは何個あるだろう。これはね、じゃーらん、ドーナツ1個ね。このコップにはドーナツが1個しか入ってなかったよ。じゃあ次いくわよ。じゃあ次は黄色、黄色を出してみるわよ。黄色も少ないといいわね。いらんって言ったわ。こっちはドーナツが2つ？あ、2つかしら。2つみたいね。1、2、あとは入ってませんでした。じゃあ最後のコップをひっくり返すわよ。なんだかドキドキするね。ほんとね、何個入ってるのかしら。出てきた。チョコレートのドーナツが入ってる。美味しそうね。ドーナツがもう1個入ってるわ。え、3つ入ってるの？え、4つ入ってたりしてどうなるのかしら。あ、もう入ってないみたいね。ってことは、しろしろ、これとこれが3つ入ってるみたいよ。こっちは1つと2つで。あ、じゃあね、3つと3つだったからアンパンママにドーナツあげる。え、ほんと？チョコレートとドーナツもらうよ。で、アンパンママはこっちをもらって。みんなでドーナツ食べましょう。ええ、一緒に食べましょう。いただきます。チョコレートのドーナツとっても美味しい。私はじゃあどれにしようかな。これにします。いただきます。美味しいわ。僕次これ食べようっと。美味しい。じゃあ私はこれもらうわね。いただきます。ドーナツってとっても美味しいわ。僕はね、じゃあこっちいてもらうね。美味しい。じゃあ最後に私はこれをいただくわ。美味しい。美味しいね。まだまだいろんなことして遊ぼうね。遊びましょう。じゃあね。まだまだ見てね。